若い頃は女優として、1970年代後半からは政治家として活躍した扇千景さん。歌舞伎役者の坂田藤十郎さんと結婚したことでも有名ですが、藤十郎さんの遊び癖には手を焼いていたそうです。しかし、政界を引退すると夫婦仲良く過ごしていました。今回は扇千景さんの経歴や現在について紹介します。扇千景さんのプロフィール。本名、林弘子。生年月日、1933年5月10日。出身地、兵庫県神戸市。血液型、B 型。学歴、宝塚音楽学校。経歴、銀行員の父親のもとに生まれた扇千景さんは、兵庫県の名門、神戸高校を卒業後、大学進学を目指していましたが、父親の反対に遭い断念しました。その後、知らぬ間に友人に宝塚音楽学校へ願書を送られていたそうですが、父親への反発心から受験した扇さんは、1954年、4番の好成績で合格します。同年、八千草薫さんと共に宝塚歌劇団に設けられた映画戦火に移ると、宝塚映画、解決高第一編。交流風雲の巻で映画デビューを果たしました。人気絶頂期に結婚、出産を経験しましたが、子育てが一段落した1959年にドラマ、君は今何を見つめているでテレビ女優として復帰します。1965年には富士フィルムの小型 8mm カメラの CM キャラクターに起用され、私にも映せますというセリフが当時の流行語になりました。1973年からはフジテレビのワイドショー3時のあなたの司会者に抜擢され、主婦タレントとしても活躍。1977年、自由民主党の要請を受け参議院選に出馬すると見事に当選し、政界入りを果たしました。2001年には初代国土交通大臣に任命され、小泉内閣でも国土交通大臣を務めています。2004年には参議院議長に選出されましたが、その後の2007年、議員生活30年を機に政界を引退しました。あの俳優と、扇さんは2008年、日経新聞に連載されていた私の履歴書にて、かつて俳優の長戸博之さんと恋愛関係にあったことを告白しました。扇さんのデビュー作だった解決高第一編交流風雲で、日活デビュー前の長戸さんと共演したことがきっかけで仲が深まったといいます。二人ともまだ20歳を過ぎたばかりの頃で、生まれて初めて男性と喫茶店に入ったという扇さんに向かって、長戸さんは3年経ったら結婚しようと突然プロポーズしたそうです。その言葉に扇さんはうんと答え、熱愛に発展していきました。しかしその後、長戸さんが扇さんに振られたと周囲に伝えていたことを知り、不信感を抱き、腑に落ちないまま長戸さんとの結婚を諦めたそうです。長戸さんは派手な女性遍歴で知られており、長戸さんが出版した著書陽子へ、長戸博之の愛の落書き集では、関係を持った多くの女優が実名で記録されています。著書の中には扇さんの名前もあり、扇さんが坂田藤十郎さんと結婚するという話を聞いた時には、自ら命を投げ出すことも考えたと綴っていました。結婚相手は、1958年、女優として人気が出てきた最中、扇さんは若手女方として人気沸騰中だった上方歌舞伎の名門、山城屋の2代目、中村扇雀さんと結婚し、離縁の妻となりました。藤十郎さんが扇さんに猛烈なアタックをし、授かり婚だったそうです。結婚後、歌舞伎俳優の4代目中村鴈治郎さんと3代目中村扇雀さんを出産しました。扇さん夫婦は藤十郎さんをボンちゃん、扇さんをカンコと呼び合うような仲がいい夫婦でしたが、藤十郎さんの女性関係は激しかったようです。2002年、70歳にして19歳の舞妓を入れ上げていた藤十郎さんは、ホテルの部屋から舞妓が帰るのを呼び止めた際に、バスローブがはだけた御開帳写真をフライデーされたことがありました。当時、扇さんは国土交通大臣でしたが、
この報道にびくともせずに、モテない男を主人に持ちたくないと笑い飛ばす余裕を見せ、夫の浮気を一蹴しました。国会議員時代の功績が。第二次森改造内閣で建設大臣兼国土庁長官として初入閣した大木さん。内閣支持率が低迷する中、汚職事件で接待を受けた建設官僚の名前を公表したり、建設白書や防災服のデザインを見直すなどの施策を打ち出し、森内閣のイメージアップに寄与しました。省庁再編後は初代国土交通大臣に就任。初会見で自らを扇の要と発言して注目を集めた扇さんは、大臣としても高い手腕を発揮し、鹿児島線列車追突事故では鉄道会社を相手に指導力を示しました。停止信号下でも列車が進入できる無閉塞運転の存続を主張する鉄道会社に対し、指令許可なしでの運転禁止を決断させたのです。また、北朝鮮の工作船やマンギョンボン号などへの毅然とした対応や、羽田空港国際化推進などの功績を残しています。国会議員引退後は、2004年、女性初となる参議院議長に選出されましたが、その3年後に政界を引退することを表明しました。政界引退後は夫婦水入らずの生活を楽しんでいたようです。大木さんはこれまでの議員生活について、30年間主人のことをゆっくり見てあげるような暇もなかったと振り返り、国会議員を辞めてからはべったり10年間新婚でしたと話しています。舞台では完璧に仕事をこなす藤十郎さんでしたが、大木さん曰く、自宅では何もできない人だった。温厚な性格で一度も怒ることがありませんでした。怒るのはいつも私。毎日好きだとか、好き好き同士だとか、いつでもそういうこと言ってくれるんです、と明かしていました。夫の最後の言葉に、2020年11月、夫の藤十郎さんが88歳で亡くなりました。最後は老衰が原因でしたが、頚椎圧迫骨折で1月に入院し、さらに3月にはパーキンソン病の疑いでリハビリを続けていたようです。急変の知らせを病院から受け、扇さんが駆けつけた時にはすでに意識がなく、そのまま眠るように扇さんの目の前でスーッと息を引き取ったといいます。藤十郎さんは入院中、病院を地方公園で滞在しているホテルだと思い込み、朝目覚めると楽屋入りは何時と尋ねるなど、最後まで舞台の話をしていたそうです。亡くなる前日には、髪が伸びた、お年寄りみたいだと理髪師を呼んでいたという藤十郎さんですが、最後の会話は扇さんへの謝罪でした。寝たきりの状態になったことをごめんと謝ってきたそうです。そんな扇さん夫婦はハワイにマンションを持っており、長期休暇にハワイで楽しむことが毎年の恒例でした。藤十郎さんが亡くなった2020年は実現しなかったそうですが、次男の中村千尺さんは、父の骨を持ってまた一緒に行こうと扇さんに話していたようです。現在は、扇さんは現在息子夫婦と同居しており、3世帯8人家族で生活しています。子供や孫といることで、藤十郎さんが亡くなった寂しさが少しは癒されているそうですが、それでも藤十郎さんの遺品に触れた時には、ここで一緒だったって思うのがダメと悲しみが襲ってくることを明かしています。中でも特に思い出すのは入浴の時だと言います。いつも夫婦一緒にお風呂に入っていたため、それが今一人ですから、そういう時に一人だなって思うのがダメなんですよね。すいません、だらしなくて。と涙を見せていました。政治家としても活躍していた扇千景さん、今はまだ夫との別れの寂しさの中にいるようですね。長年活躍し続けた扇さんですが、これからは家族と一緒に穏やかな生活を送ってほしいです。あなたはどう思いましたでしょうか？藤十郎さんと過ごした幸せな日々を胸に楽しく過ごしてほしいと思った方は高評価お願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。